現在のですね、この豊か公園内にある長浜城です。本来はですね、長浜城の本丸はここになるみたいですね。一応石碑があります。長浜城本丸跡、ここが、豊臣秀吉が羽柴秀吉の時代に信長から領地を与えられ、北近江の方に一番最初はですね、小谷城が本城だったんですけど、あまりにも不便ということで、その当時の今浜の地を長浜と改名し、この長浜城を建てたそうです。現在ですね、静ヶ岳古戦場の方に来てまして、その山頂の頂上の手前までですね、リフトが出てますので、このリフトの方に乗って上の方に上がってってます。頂上に着きました。はい、どうもー。ここからですね、静ヶ岳山頂の方ですね、登っていきたいと思います。琵琶湖です。はい、静ヶ岳の頂上ですね。ここはですね、静ヶ岳七本槍で有名な七本槍古戦場静ヶ岳というところになります。眺めはめちゃくちゃいいですね。これ今前方に見えてるやつが全て琵琶湖です。こんなに広いんやなって感じですね。この山々に抱かれた感じのこの平野、すごいですね。いや、登ってきた甲斐があったなって感じです。あのですね、ロープウェイではなくて、あのリフトがですね、頂上から結構ですね、ありました。距離が都合400メートルか500メートル登らないといけないと思います。リフトの最終駅からですね。なので、ちょっとした登山の感じで来られた方がいいんじゃないかなと思います。ですね、今前方に見えてるのがですね、琵琶湖のですね、逆側にちょうどある静ヶ岳から見た余呉湖がここにあります。で、ここの頂上のですね、一角に、静ヶ岳古戦場のその時のですね、陣地図というか婦人図というか、そういう風なのがあります。で、今現在ですね、僕がこういるのがこの静ヶ岳リフトのこの七本槍噴泉地のところですね。この頂上にいます。で、こんな感じで結構広くですね、婦人されてるんです。昔の人ってもう、僕なんかここの頂上に登るまでヒヒ言ってたのに、昔の人すごいですね。山々の中にこういう風に陣を張って静ヶ岳で雌雄を決したという、まあ、ちなみにあの豊臣秀吉、羽柴秀吉の本陣がこの辺りになります。まあ、こういう風な史跡もちょうど頂上には立ってますし、すごいですね、この眺めは。いや、本当に来た甲斐がありました。
で今この方、こっち方面がちょうど琵琶湖の方面ですね。すげえな、琵琶湖広いな。静ヶ岳を降りていきます。古戦場、いや一回戦国とかそういう風なファンの人はですね、一回来られていいんじゃないかなと思います。もう来て正解でした。満足してます。眺めいいですしね。まあこういうところで、まあ柴田軍と羽柴軍が雌雄を決したっていう歴史深い場所だったと思い、感慨にふけって降りながら今リフトを使って下に降りているところです。最後までご視聴いただきありがとうございます。ご意見コメントなどもお待ちしております。高評価チャンネル登録もしていただけると励みになります。次回の動画もお楽しみに。